マネージャーのおしげさんが美月の家の近くに引っ越してきたの。私たちは若おじ先生と一緒に手伝ってたんだけど、そこを家政婦の田中さんに見つかっちゃった。でも田中さんはおしげさんを先生のフィアンセと勘違いして、美月との仲を不思議に思わなかったみたい。これって好都合だったのよね。さて今日はどうなるのかしらね。わかったか。美月は歌が上手だね。ん？何の歌？お父さんがお仕事で作った曲なの。そうなんだ。うん、H 君にも教えてあげるね。今回みんなに集まってもらったのはフルムーンのセカンドシングルについて何かアイデアがあればと思ってね。はい、おかげさまでマイセルフも好調でしたし、今度もぜひよろしくお願いします。前は高須くんに全て任せっきりだったしね。今度は君たちからもアイデアを出してもらおうということになったんだよ。そうですか。なら何か新しいことがやりたいですね。新しいことですか。おい。あ、はい。さてどうしようか。フルムーンを一発屋だけにはしたくないよな。じゃあ、あとは頼んだよ。やっぱり全く新しいことをするって難しいな。フルムーン本人の意見を聞いてみてもいいんじゃないでしょうか。彼女時々私たちが思いもつかないようなアイディアを出すことがあるんですよ。それに今彼女がその歌で何を伝えたいのか、その思いを語ってくれるだけでも手がかりになると思うんです。なるほど。そうだね。このまま続けても何も出そうもないし。ですね。じゃあそれを次までにまとめてきます。私が？ええ、美月の意見も取り入れようって話になったのよ。そっか、なんだかワクワクする。ふふふふふ、ついにこのメルコ様の出番みたいね。任せなさい。じゃあ早速。ま、あれはいつものことなんで。で、どうなんだ？え、どうなんだ。何かアイディアとかモチーフとかあるのかってことだよ。
急に言われてもわからないな。そんなに難しく考えなくていいのよ。次の会議までに一緒に考えよ。え、私も出るんですか？そうよ。その方が H 君に近づける曲になるんじゃない？あ、そっか。そうですね。どいつもこいつも H、H って。タクト、よくも！やべ！待ちなさい！よせメロンパン！ダメ！やめろ！H 君に近づくか。どうしようかな。そんなに難しく考えなくていいんじゃないのか。だもう絶対はね、 H 君に気づいてもらうんでしょ。こうなったらずっと H 君 H 君って歌ってるだけにすればいいじゃない。そんなのあるか。だって気づいてもらうにはこれが手っ取り早いでしょうが。だからそんなの通るわけねえじゃん。どうしたらいいんだろう。難しいな。 H 君に近づく曲か。